ミラボー・ボナパルテ・ラマー・ミラボー・ブオナパート・ラマーは、デビッド・ジー・バーネット暫定大統領と、サミュエル・ヒューストン初代大統領に続く、テキサス共和国の第二代大統領。ラマーは、ジョージア州ジェファーソン軍のルイスビル近くで生まれた。若年期に彼は、コロンバスで、コロンバス・エンクワイアとして知られる新聞を経営し始め、成功した。テキサスに向かう前に、彼は、 新聞社を売り、売り上げを西部への旅行費用とした。この新聞は、コロンバス地域の主要な日刊誌として、現在もマクラチー社の観光物として発行されている。彼は1835年に、テキサスへ移動した。アラモとコリアドでの虐殺を聞いた後に、サミュエル・ヒューストン将軍率いるテキサス革命軍に、騎馬隊の兵卒として参加した。サンジャシンとの戦いの前日、 ラマーはメキシコ軍の戦線からの挨拶代わりの祝報に囲まれた二人のテキサス人を勇敢にも救出した。彼は大佐に任命されて翌日以降の戦いでは騎馬隊の司令官を務めた。彼の大統領としての任期は1838年12月に始まり1841年まで務めた。ラマーは仲間のテキサス人。 サミュエル・ヒューストンの激しい対戦相手だった。ヒューストンとラマーは、テキサスのネイティブアメリカンへの経済的な対処から、テキサスのアメリカ合衆国との併合まで、実際に、新しい共和国の発展に関連する、あらゆる話題において異なった意見だった。ラマーはいくつかのヨーロッパ諸国による、テキサス共和国の承認を取り付けた。彼は、当時の入植地の生誕にあり、 ペナテカ・コマンチェによる襲撃の危険にさらされていたオースティンにテキサス共和国の首都を設立した。ラマーは入植地が西へと拡大することを非常に絶望していた。彼は遥か西の太平洋に目を向けていた。彼の視点は北、アメリカを支配する合衆国と競い合うテキサス共和国のものであった。この視点を実現させようとする際に彼は国債を急騰させた。 不債を最小限にするため、彼はレッドバックスとして知られる新しいテキサス共和国の紙幣を印刷した。ラマーはまたテキサスの教育の父としても知られ、公立学校の設立に尽力した。テキサス州の多くの都市で彼の名前にちなんだ学校が見られる。ありがとうございます。